はいどうもこんにちは、おっちゃん保育士高井チャンネルです。前回はですね、保育士の魅力を皆さんにお伝えをしていったんですけれども、今回もですね、引き続き魅力の案内をしていきたいと思います。今回は保育士は年齢が不利にならないお仕事ですよ、というそんなお話をしたいと思います。ある園長先生から、保育の仕事は良くも悪くもその人の全てが業務に出てきます、というお話をされてました。でこれはですね、すごい的を得てるなというふうに感心をしてました。年齢を重ねることで失うものも体力が落ちていったりってことはまああるかもしれないんですけれども、まあ、一方でですね、得るものっていうのはたくさんありまして、経験とか体験なんですね。まあもちろん皆さん全員がっていうわけではないんですけども、まあご結婚をされたり、出産をされたり、育児をされたり、あと介護なんかもですね、体験としてよくある話かなと思います。そういう体験がですね、全部仕事に生きてきます。まあ保育園を利用される保護者の方っていうのは、育児の真っ最中なんですよね。もう泣きわめく子供を抱えて出るとかですね、ああなんか昨日から調子悪かったかな、朝の5分がもう死ぬほど貴重やったり、そういう体験経験をしたことがある人はですね、めちゃくちゃ共感ができるわけなんですね。そういう体験がある保育士さんというのはもう対応が全く違ってきます。例えばお子さんが体調悪くなった時の連絡なんかがもう分かりやすいんですけども、何々ちゃんがお熱が出たのでお迎えに来てください、まあ伝えることっていうのはこれだけでいいんですけども、分かるわけですよ、相手の状況が。お母さん今仕事めちゃくちゃ忙しいんやろうなとか、抜けてきにくいんやろうなとか、心配ですごい慌ててくるんじゃないかなとか、そうすると連絡なんかをした時に、お母さん今日しんちゃん調子悪くて、お仕事抜けれそう、大丈夫、お仕事抜けにくいよね、ちょっといつもより調子が悪そうだから、まあなんとかお迎え来れますかと、来てもらえるまでちゃんとこちらでケアしておくから、慌てないで安心して安全運転で来てくださいねって、まあ言えてしまう。子供の成長を育むっていうのはすごく大事な仕事なんですけど、まあそれとプラスしてですね、まあ保護者支援っていうのもですね、大事な仕事になってます。子供を育てる親の気持ちに立って、で親に寄り添えるかっていうのも大切なテーマになるので、それはですね、もう経験とか体験というのはもうとってもプラスに働いていくので、年齢が不利になりにくいですよ。ただ一点だけちょっと注意をしていただきたいのが、年を重ねるとなんか腰痛い膝痛いみたいなのがあるんですよね。コンディションが悪いのはこれはちょっと不利です。まあ仕事上ネックになってしまうだろうなというのがあるので、いいコンディションだったらっていうのがちょっと前提についてしまうので、そこは注意をしておいてください。長く活躍できる仕事っていうと、年齢が不利にならないっていうのがですね、大きいキーワードになってくるかなと思います。まあ年金と呼ばれるやつがですね、どんどんもらえる年齢っていうのが上がっていっているんですよね。だからいかにこう長く元気で収入を得ながら必要とされ続けるかっていうのがですね、大きいキーワードになってきてます。保育士はですね、そのキーワードを十分にクリアできる仕事じゃないかなというふうに思いますので、これも魅力の一つですよということをお伝えして、今日のおっちゃん保育士高井チャンネルを終わりたいと思います。またね。今回もご視聴最後までありがとうございました。よかったらチャンネル登録と評価のいいねよろしくお願いします。また次回も見てください。バイバイ。